皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。肥薩線八代駅から人吉駅のいわゆる川線と呼ばれる区間ですが、こちらの鉄道での復旧が決まりました。一方、人吉駅から吉松駅、こちらは山線と呼ばれる区間ですが、この線区に関する今後はまだ決まっていません。この問題についてはサブチャンネルひま坊主チャンネルでも一度お話をしているのですが、その頃から大きく状況が変わりましたので、今回は情報をアップデートし、この動画では山線は復旧できるのか、そもそも復旧の必要があるのかといったところまで踏み込んで、肥薩線全体をより深掘りしてお話をしていきたいと思います。それでは肥薩線八代駅から人吉駅鉄道での復旧が決定ということで、ここに至る経緯を簡単にお話していきたいと思います。4月4日熊本県と国 JR 九州は JR 肥薩線八代から人吉の間、この区間での鉄道に関する復旧合意書を締結、2024年度末までに最終合意を目標としています。こちらはまだ基本合意書ということで、これからさらに議論が重ねられて、より深掘りし、議論が深度化されるということでございます。そして今回のこの復旧においては、該当区間、こちらは熊本県と沿線自治体が線路施設を保有して、JR 九州が列車の運行を行う、いわゆる上下分離方式を採用いたします。これは同じく被災してそちらから復旧いたしました只見線と同じようなスキームと考えていただいて結構かと思います。ただ只見線と比べると、この区間の方がもともと特急列車もたくさん走っていたということもありまして、只見線のように1日3往復しか運転されないというようなことはないと思います。さてこの合意に至るまでですが、いろいろと紆余曲折がありました。3月上旬には私も X で一度こちらの方ツイートしてるんですけれども、3月上旬に一度復旧が決まったという報道がありました。これ読売新聞の報道でした。その後この記事が出た後に熊本県知事が否定すると、そういった事実は一切ないというような、そういったまあ火消しが行われました。地元メディアでも情報がかなり錯綜していたようで、その後3月下旬の報道では JR 九州の古宮社長が定例会見にて、肥薩線は日常利用が低いのが問題と、このあたりの観光だけではなくて日常利用についての促進案が必要といったこと、これはずっと JR 九州の方は指摘を続けています。そうした復旧後の持続可能性にも問題があると常々指摘していました。また熊本県の蒲島知事が間もなく退任されるということで、そこまでになんとか合流したいというようなことを熊本県は言っていたんですが、JR 九州は知事の任期とは関係ないと、そうした期限を区切るようなものではないと念押し、そして山線と川線は一体復旧といったようなことも言っておりまして、非常に慎重な態度をとっていたわけですね。これは1週間ほど前にサブチャンネルで一度解説して、その中でもお話をしています。そうしたずっといろいろなこういう経緯があった上で、4月4日に鉄道での復旧に合意ということで、こうした JR 九州の慎重な態度からメディアも一点復旧に合意、こういった表現がよく使われていました。これについては間もなく退任する熊本県蒲島知事の、一種の悲願とも言えるようなもので、知事もなんとか自分の任期中に合意に持っていきたいというようなことを話しておりましたので、この任期中の合意というものは熊本県の強い意志の表れだと思います。で、あれほど一体復旧にこだわっていた JR 九州が川線復旧のみを先に決定したというのも何か裏がありそうです。というのも山線は川線に比べると被害がかなり軽微だったこともありまして、この山線の沿線自治体は先にこの区間を復旧してくれというようなことを要望しましたが、その時 JR 九州は肥薩線全体一体復旧ということで却下しています。もっとも JR 九州にしてみれば、被害が甚大だった川線の復旧が決まらないことには、もっと輸送密度の低い山線だけを復旧させるということは決められなかったと思います。そして川線については鉄道での復旧が決まったということですけれども、山線の復旧はこれ JR 九州も言っているんですが、熊本県に鹿児島県と宮崎県を加えた別の会議体を設置して、これから議論というふうに言っています。
これまでの行われてきました視察船の協議というのはあくまで川船が対象となっておりまして、実際に熊本県と国、JR 九州といったところが当事者で、そこにはもちろん視察船の沿線自治体といったものも加わるんですが、鹿児島県と宮崎県はこの会議にはオブザーバーとして参加しているだけで、実際にそこで何かの権限を発揮するというような立場にはありませんでした。山線ということになりますと、実際に熊本県、鹿児島県、宮崎県にわたる路線ということもありますので、この3つの県と国、JR 九州という、これらによる別の協議体が必要になるということですね。川線の復旧というのはこれから行われるわけで、相当長い時間がかかりますので、そこまでに山線の復旧どうこうということが決まっていないということはないとは思うんですけれども、もしかすると山線がなくなって川線だけというような、川線だけ盲腸線になるというようなケースも考えられるわけで、そうなっても大丈夫な、JR 九州がそれでも復旧が受け入れられる、つまり損しないというような、それほどの条件を今回引き出したのではないかというようなことを考えています。そして川線を先に決めたのは、先ほども話しましたように山線だけ先に復旧してくれというような話もあったんですが、これで川線によってかなり JR 九州は有利な条件で、 JR 九州は川線の鉄道復旧に同意したということで、これからの山線での協議も、この有利な条件を引き出した川線をベースにするということで、そのアドバンテージを握るためにここまで山線のことを決めなかったのではないかというような推測もしております。で、実際にこちら山線の状況というのをちょっとまとめてみました。で、もともとこの山線見ると、人吉から吉松の間というのは、この普通になる前というのは1日3往復しか運転されておりませんで、そのうちの2往復は観光列車の伊三郎新平です。八代から人吉の間、特急として走る列車が2往復のうちの1往復で、残りの1往復はこの区間普通列車としてだけ走る伊三郎新平ということで、この2往復とただの普通列車1往復の合計3往復しか走っていない、つまり本当にローカル向けの列車というのは1往復だけだったという超閑散路線です。で、実際にこの区間の輸送密度を見てみると、人吉から吉松の間は2019年度輸送密度が106、これ実質 JR 九州全線で最小値となります。これよりも低い数値が豊肥本線の宮地から豊後武田の輸送密度96だったんですが、この時は熊本地震の影響で肥後大津から宮地の間が不通ということで、豊肥線が通り抜けできなかったという事情があります。そういうこともあって、この区間の実際のこの山線ですが、実質 JR 九州で輸送密度106、これ最小値だと思います。ちなみにその前後の区間というのを見ると、八代から人吉が輸送密度480、吉松から隼人の間は輸送密度605です。ちなみに吉松から隼人の間というのは2019年度輸送密度が605、そしてこの区間は被災していませんので、現在でも通常通り運行がされていますけれども、一番最新の数字、2022年度の輸送密度が493、コロナから完全に開けきっていない2022年度、しかも視察船でずっと通り抜けてくるお客さんがいないのに輸送密度が500弱っていうのは、なかなか検討している数字ではないかというふうに私は考えています。そしてこの人吉から吉松の山線区間は、このように熊本県人吉市、宮崎県えびの市、そして鹿児島県の湧水町と3つの県自治体にまたがっています。これが後でお話ししますけれども、調整が非常にややこしくなる理由の一つだと思います。そしてこの区間にはおこば、八竹、まさきという3つの駅があるんですが、乗車人員の記録が残っているのはまさき駅だけで、2015年度たった2人というふうになっています。そもそもこの駅の周辺というのは人があんまり住んでおりませんで、半径500メートルの人口というのが右上に書いてございますけれども、2020年度の国勢調査を元にした数字ですが、半径500メートル、おこば駅0、八竹駅14人、まさき駅19人と、沿線の人口は極めて希薄なものというふうになっています。つまりそもそも人があんまり住んでおらず、この輸送密度106というのもほぼ 100% が観光需要かと思います。人が住んでいないので、そもそもこの八代から人吉など比較にならないほど日常利用の促進案というのが極めて難しい選区というか、事実上無理だと思います。そして人吉駅の乗車人員が2017年度になりますけども、1日平均347人、対して吉松駅は2013年度ともう10年以上前の数字になりますが、1日平均乗車人員が116人、
このように吉松は人吉に比べてあまりこの肥薩線からの観光需要というのがないと思います。ましてや吉松駅には吉都線も乗り入れているわけで、それを考えますと人吉駅のように八代からと、それから吉松から両方からのお客さんだけではなく、吉都線からの日常使いのお客さんもいるということで、この吉松の116人というのは観光というよりもほぼ地元のお客さんかと思います。そして八代から人吉の輸送密度480と人吉の平均乗車人員347人、そして山線区間の輸送密度106といったところを考えますと、人吉でかなりのお客さんが降りているというふうにも考えられます。ということで山線のデータをご覧いただきましたけれども、この状況を踏まえて整理していきたいと思います。まず山線は普通前は1日3往復しか運転されていませんでした。そのうちの2往復は伊三郎新平で、日常使いはほぼ皆無に等しい状態でした。川線以上に日常使いが困難であり、しかも先ほどもご覧いただきましたように、おこば、八竹、正木と周辺にはほとんど人が住んでいないようなところ、人口希薄ですので、持続可能性が極めて低い路線といえます。そのためほぼ観光需要のみで成立させなくてはいけない路線であり、川線が上下分離で鉄道復旧が決まったという、この事実がある以上、山線も鉄道復旧の場合上下分離は避けられないと思います。というか川線が上下分離で復旧して、この区間が上下分離ではない状態で JR 九州が 100% 出して、そのまま JR 九州のままで復旧というのは全く考えられませんし、整合性が取れません。そして八代駅から人吉駅の輸送密度、人吉駅の乗車人員、人吉駅から吉松駅のいわゆる山線の区間ですね、この区間の輸送密度から見て、肥薩線の通り抜け需要というのは思ったほどではなく、八代駅から人吉駅だけの区間でも人吉への観光客送り込み路線として成立するのではないかと思います。つまり盲腸線でも問題ないということです。また第三セクターの球磨川鉄道がありますが、これが飛び地にならなかったという点も、ここの鉄道復旧が決まったということで熊本県にはプラスとなると思います。そして熊本県としては人吉駅から吉松駅の山線区間はあった方が観光素材が増えるので良いとは思いますが、じゃあ川線ほどの必要性があるのかというといささか疑問です。というか通り抜けがなくなる分、つまり人吉まで来たお客さんは全員そこで降りなくてはいけない。まあ、もっとも球磨川鉄道がありますが、観光として考えた場合、人吉から先、通り抜けがなくなる分、もしかするとプラスにすらなる可能性もあります。そして山線の復旧は調整が困難というのも、これ非常に大きなことかと思います。肥薩線の吉松から隼人、現在も運行している区間ですが、先ほどもちょっと触れましたが、コロナ禍の影響があり、なおかつ普通で失われた観光需要、以前は伊三郎新平が入ってきて、そのまま隼人の風に乗り換えてというようなことがあったんですが、輸送密度は普通前の2019年度が605で、現在普通になっていて、コロナの影響があって、それで493というふうに考えると、山線の普通のダメージというのがあまりないように思うんですね。実際この区間を走っておりました隼人の風、この特急は以前は毎日運行されておりましたけれども、普通になる1年前だったと思いますが、毎日運行から季節運行に変わったということで、八代から人吉の観光流動と人吉から吉松を経由して隼人に抜けていく観光流動といったところに大きな差があったと思います。それが隼人の風は季節運転になるのに、人吉までは八代から SL 人吉であるとか、川蝉、山蝉、伊三郎、新平といった観光特急が走っていたということの証左だと思います。肥薩線というと、全線にわたって観光特急がたくさん走っているというような、そうしたイメージを持たれがちなんですが、実際に見ていくと、八代から人吉は観光路線、そして人吉から吉松はほとんど人が乗っておらず、観光だけで細々と動いている路線。そして吉松から隼人の区間というのは、実はそんなに観光に依存していない普通のローカル線だということだと思います。肥薩線全体がもちろん観光路線といった性格もあるんですが、どうもこれは肥薩線特急による観光需要の過大評価といった点もあるのではないかと思います。実際にこの吉松から隼人の間で、じゃあお客さんが降りるところがあるのかというと、霧島温泉駅という駅がありますが、ここで降りる方というのはもちろん全然いないわけではないんですが、かなり少ないと思います。
ハヤトの風が運行されていた時は、まあ、例えば加齢川駅でそちらの方で停車してお客さんが降りる時間が設けられていたと思いますけれども、まあ、そこで売り上げが出るというのはお弁当ぐらいだと思いますので、実際にハヤトの風が走ってもこの吉松からハヤトの区間の間においてあまり沿線にお金が落ちているとも思えません。これは五能線のリゾート白神の、まあ、そうした動画をこのチャンネルでも上げておりますけれども、実際に五能線の中ではそんなにお金が落ちていない、むしろ発着点になっている秋田であるとか青森であるとか、そうしたところにはお金が落ちているけれども、実際の列車が走っているところはお客さんが通り抜けていくだけということで、この肥薩線においては人吉ではそれなりのお客さんが降りていると思うんですけれども、吉松から隼人においてはあまりそれは影響がないのではないかというふうにも思います。そしてこの山線区間では熊本県、鹿児島県、宮崎県という3つの県が主体になってくるわけなんですけれども、鹿児島県に関して言えば肥薩オレンジ鉄道の維持も困難になりつつあるような状況で、上下分離というのはとてもじゃないですけど受け入れられない状況だと思います。宮崎県も過去に高千穂鉄道が被災してそれを維持できなかったという過去があります。そして鹿児島県は今後のあり方協議中の指宿枕崎線の指宿駅から枕崎駅の区間、宮崎県は吉都線であるとか日南線、特に末端区間になりますが、こうした今後のあり方対象になりそうな路線があり、ここで上下分離というような前例をうかつに作れないというような、まあ、そうした状態にあると思います。熊本県については蒲島知事が間もなく退任され、まあ、その退任までの間に肥薩線の川線区間、八代から人吉の区間、こちらの鉄道復旧の合意というのができたということで、ここで一段落になると思います。次の知事がどなたになるのかまだはっきりとは分かりませんけれども、まあ、ある意味次の知事の鉄道に対する情熱次第といったところがあるのかなというふうに思います。ただ、さすがにこの山線区間は川線に比べると上下分離にしてもコスパが悪すぎるんじゃないかというふうに思います。ですから山線が残らず肥薩線の両端ですね、八代から人吉、そして隼人から吉松、このように双方の区間だけが盲腸線として残るというような、そういう未来も十分に考えられるのではないかなというふうに思う次第でございます。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。